さあそれではまず今治のスタメンと予想フォーメーションです。ゴールキーパーが伊藤です。今日はディフェンス市原、照山、深見、松本と予想しました。そして中盤は三角がアンカーの位置で山田と安藤、前3枚はビニシウス、中川、近藤、こういう風に布陣を予想しました。代わりまして愛媛 FC のこちらが今日スタメンです。ゴールキーパーが辻、ディフェンスラインは三原、森下、小川、山口と入ります。ボランチには谷本と、そして怪我から復帰してきた矢田、2列目は曽根田が右、左が茂木、トップ下には佐々木、そしてトップの位置には松田と、こういう布陣になっています。しかしこのボール、ビニシウスまだルーズになっていって、ここで矢田が収めようというところですが、まだ、さあここに追っていく山田も追っていきますが、左に開いていって、さらには山口前に出ます。中に入れてきた、クリアしていきますが、まだボールがある。最後は松田が右サイドに流れていたんですが、ゴールを割ってしまいました。森下、そして谷本が落ちてきて、さあ裏を突こうというところ、さあ茂木中に入っていって、松田が入れ、狙っていく。しかしここはオフサイドフラッグが上がっています。ここから松田がちょっと出ていました。安藤がこのボール開いていって、近藤が安藤に中に入れていく、ヘディングシュート、ビニシウス、ビニシウス頭で狙っていきましたが、枠をわずかに決めきることができません。市原もいます。高いボール、ヘリング、合わせていったんですが、枠を捉え切ることができませんでした。ビニシウスの前に松本がいますが、その松本、さあ松本が中に入れていって、近藤中に入ってきて、合わせようというところでしたが、これも森下がディフェンスに入ってちょっと接触というところでしたが、森下もいます。後ろの高い選手も上がってきました。さあ直接狙ってきた、ゴールキーパー茂木が狙ってきました。直接ゴールキーパーの伊藤が弾きます。さあ今のボールです。こういう風に愛媛がボールを握ると両サイドが下がってきます。さあ曽根田が行く、中に出す、ボールを決めるか、枠が捉えられない。前に詰めてきた松田ですが、最後はビニシウスに合わせてくることが多いんですが、どうだ、また中に入っていって、どうだ、ゴールキーパーの辻が抑えていきました。ソネの中にボールを持って入って、そして上がってきた選手、ここに谷本、もう一度ソネダが狙ってきて、ゴールキーパー弾いている、伊藤が弾いていますが、ここはクリアしていきました。ちょっと遠めの位置から狙ってきました、ソネダ。小川に対してペースをかけていって、中川そのまま狙っていきました。5番に対してチャージをかけていって、プレスをかける、さあ中クリアしていく。しかしこのボールマイボールにするのは今治、近藤が浮かせて中に入れて、ビニシウス、合わせていったんですが、これも枠に届きませんでした。近藤からのボール、ワンツーで返そうというところですが、松友、そしてキケラが狙ってくる、伊藤がパンチングでクリアします。2年前の愛媛編の J デビューをしまして、素晴らしいゴールを決めた、そんな選手でもあります。
ここで飛ばしていって狙ってくる、どうだ、枠を捉えられないルルー、膝の中にヘディング、ヴィニシウス、ポスト跳ね返ってシュート、どうだと、ここで上が鳴っています。ヴィニシウス合わせていきました、ポストに跳ね返りました。今のシーンです。どうでしょう、もう最後のプレーというような時間帯になってきますが、辻井ここで長い笛、前後半の45分が終わりました。90分戦って両チーム得点なし、0対0のイーブン、引き分けということになりました。今年のイオ決戦。